朝の8時半頃かな。見てください、真っ白、わかります？今ねもう1月のね中頃過ぎたんですけど、またね寒いのに戻りました。1月前半はねちょうど今年一番110年ぶりの寒さで、1週間ほどしたらねすぐ暖かくなったんですよ。それがまた寒さ逆戻り、寒の戻りってやつですね。体がつらい。まあめげずにちょっと朝ごはんね、いつも皆さん楽しんでくださってる朝ごはんに行きたいと思います。寒いんで道端でも火焚いてますね。チベットのお坊さんも一緒に火やってる。こういうね道端で火焚いたりするのっていうのは日本じゃもうねできないですもんね。さあ行きましょう。 How are you?、うん、やってたやってた。そして今日はいつものちょっとちゃうけども食べていきましょう。今日は茶の豆の日だ。ちょっと当たりの日よいしょ。でじゃがいものサブジーと、そしてこっちですね。こちらチャビは、ハマデニセクロチャビは、うん。でトマトのチャツミ、まあ、漬物的なものに山野菜とでチリですね。ドゥゴじゃあチリを2つもらいます。で向こう置いてもらいましょう。ちょっとカメラ持ってるんでね。で食べていきましょう。今日は当たりの日ですね。トマトにチャナ豆にジャガイモでチリ2つに野菜でアールパラタですね。美味しそう。こうねこう2つでつまんで取ってって、でこのチャナ豆がね私好きなんで今日は嬉しいですね。でこれとね結構このトマトのねチャツに潰したものをね合わせるとね辛さに酸っぱさが交わってね爽やかになって美味しいんですよね。横ではねお持ち帰り準備中。ビニールね禁止になっているところも、ここではインド人体が禁止になってきてますけど、まだここはね使ってます。まあさすがにこの暑いのね持って帰れないですからね。こうやってもう熱々のものを全部もうビニール袋にまとめて入れてお持ち帰りです。で周り見てもらえば分かる通り今日はねかなり静か。まあ、こういう寒い日の朝はねすごくね人が少ないんですよ。すごく分かりやすい。いつもだったらもうこの辺全部ね人が囲んでる状態ですけども、今日はみんな出足が寒いから遅いですね。よくね女の人がねいないって言われますけども、ちゃんとこうやってねいますからね。で寒そうでしょ。でもやっぱりこうねちゃんと民族衣装前の2人は着てますけども、一番後ろの子はね今風の服装になってますね。こうやってね変化していくんだと思います。こうやって見てて分かる通り油が少ないんですよね。実はね数日前まで日本人のツアーと一緒にね行動してたんですけど、2日か3日間やっぱホテルの料理美味しいんですけど油がやはり多くて、マサラもねなんかすごくちょっとねお腹の調子がまあ良くなかったというか疲れた感じ、胃がもたれるって感じを受けてます。でもこっちはね本当にあっさりしてて、まあ、言い方があればシャバシャバなんですけど、でもやっぱりこっちの方が食べ慣れてるのでね私はホッとします。こうやって女の子たちが今4人ね座ってます。お母さんもう1人座りますけども、いつもね女の子見ないよって、女の人見ないよって言われるんですけど、こうやって普通に食べに来ます。たまたまねいないだけです。みんなちゃんと手で食べてます。目忘れてた、これがねチャナマン。よいしょ、見えるかな。ちょっとこうとんがった豆なんですけども、インドではねもうすごくポピュラーなよく食べられる豆なんですけども、さあ手を洗って帰ってきましょう。
をよく食べる、まあね、結構インドの男の人はね最低 3,4 枚はこれ食べて帰りますね、うん、みんな大食い。さあでお金払って帰ってきましょう。ではい30ルピー払ってサンキュー、はい、はいはいって言ってくれるね。でこうやって見て分かるようにね、おはようございます。こう日本語これこいつ喋れるよって。でこうやってね自分でプレート取った人が横のお店で食べたりもよくあります。これ男の子タイヤ転がして遊んでるでしょ。こっちの男の子の遊び方。あらもう一人来た。一昔前は日本でもあった。私はちょっと見たことがない、話には聞いたことありますけども、まあ、そういうのがねまだこちらでは普通に遊ばれてます。真っ白でしょ向こう霧が出てて、これがまあ多分今日明日ぐらいでね終わってくれると思うんですけど、寒い、早く暖かくなってほしいです。あでも太陽も出てきたわ、見えるかなほら太陽が。よかったよかった、今日は早く暖かく気温が上がってくれそうです。さあということでいつも見てくださってありがとうございました。これからもねマイペースでアップしていきますので見てください。いいねボタンとチャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。ということで失礼します。ありがとうございました。イノブタさん、誰か餌あげたな、いっぱい置いてある。これちなみに食べ物ね、将来食べちゃいます。でここが大きなトイレ、前も言ったかな、人糞はたくさん今日も朝もあります。さすがに取らないですけどね。これがインドです。